流祖は浅山一伝祭、生没不詳、天正慶長年間の頃の人と言われております。上州臼井の生まれであります。幕藩時代中期の老中松平将軍の家老であった森戸三太夫浅常によって大いに交流、その養子森戸三九松里に至り門弟7000名を超え全国に交流いたしました。現代に残ったものは14代森戸三太夫近世の門と小林藤十郎によって桜藩に伝えられたものであります。
第2会場無双神殿流居合術のご演舞でございました。続きまして第2会場念流のご演舞でございます。念流の祖は奥州相馬の住人相馬四郎義元である。奥安元年筑紫の安楽寺で永術し、信州伊那郡に長福寺を建立。後に念阿弥慈音念大王将と名乗る。その念大王将の皇帝の一人が樋口家十一代目樋口太郎兼重である。念流は後手必勝、徹底的な護身の術を旨とした自衛の剣である。その理念としてすべての人生に通ずる剣法であること、和の剣法で人を倒すことを目的とせず、十分の負けに十分の価値ありの精神を持つことを掲げている。ここで各マスコミのお話を伺います。